はい、おはようございます。キーメ、ギタリストの竹下敦です。かっこいいギタリストの竹下敦です。今日はね、改めてチューニングをお話をしたいと思います。ポリチューン、これのね、コンポニケーションの使い方に関して私ちょっとね、間違った使い方をしておりました。これはね、ケースバイケースでして、私はストロボモードっていう一番細かいもので使っていたんですが、これポリチューンのね、使い方に大雑把に説明する動画がございまして、その中で、2人のねギタリストが自分たちの使い方をね、こう「ヘイヘイポール」みたいな感じで説明し合ってるんですよ。で OKOK、ストロボモードと、単純に言うと弾いた音はね、こういう風に、丸めごさみたいなのを切り捨てて単純化してくれるわけですよ。こうやって赤い線が出て分かりやすいでしょ。ストロボモードっていうのは全部を正しく表示しちゃうんで、中心に来ても分かりにくいわけですよ。で、一人の男性が、ギタリストがね、おい、ストロボモードはこれ確かに正しいのかもしれないけど、ちょっと細かすぎて実用的じゃねえんじゃねえかってこう合わせながら言うんですよ。ちょっともう一人のギタリストが、そうだな、ちょっとこれは細かすぎるなって言ったら、ちょっと黙ってくれと。その喋ってる音でチューナーがね反応してしまって、それでピッチがくるって表示されるからって、ね、私それを見た時にね、あ、なるほどねと。自分の喋ってる声に対してもチューナーが反応しちゃう。だからチューニングの時に喋りながらチューニングしないとギターが正しい、あーかそれによってギターのチューニングも変わるわけですよ。押さえ方の力の強さでもね、ジャーンって弾くのと、で弾くんだと当然ピッチ変わるわけですよ。自分が弾く強さに合わせてチューニングしないと。最初にそもそも何の音から、何の音が自分にとって重要なのか、だいたい5弦ね、上から2本目の弦、これから合わせろって言われます。これが A だから、これが基準だからね。五線譜に書くときも A。 ところがね、そういう教わったからみんなそのようにやるんですけど、本当にそれが必要なの、本当にそれが自分にとって必要なのかどうなのか、そのことをまず考えないと、ギターっていうものの楽器はね、間違ってしまうわけですよ。私だったらかっこいいギタリストって言ってるんだから A じゃないですよ。 E、 かっこいいの E が合ってないと、これ根本が違うでしょ。 A じゃないですよ。かっこ A だったらこれは関西気になりますから、かっこいい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 。はい、はい、どうもありがとうございます。おらら、だからね、かっこいい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 と、かっこいい、かっこいいなっていうのは、もうそもそもかっこいいとかっこいいは違うわけですよ。自分がかっこいいギタリストになったり、なりたいのか、かっこいいギタリストになりたいのか、そこのところをよく考えてチューニングから始めないとね。
今日の動画は多分大変ためになったと思います。細かいことは気にせず、かっこいいかかっこええ か基本的にいいかええかですから、かっこええかかっこいいのかかっこしいなのか、そこのところを考えて、今だとええでしょ、でもかっこいいでしょ、でもええっていうことが多いから、そこちゃんと自分で自分を分かってないとダメだと思います。はい、日々もう練習鍛錬です。はい、じゃあかっこいいギタリスト、かっこいい、いい、オッケー、はい、かっこいいギタリスト、竹下敦史でした。今日頑張ろう。はい、決め、よっしゃ。